目指せポケモンマスター、ジハーディー高橋です。今日はラウドボーンを使っていく。ラウドボーンは俺がこれまで御三家で唯一使ってこなかったポケモンなんだけど、ダウンロードコンテンツ青の円盤で新技を習得して強化が入ったので、この機に使っていく。ラウドボーンが習得したのは魅惑のボイスという新技。魅惑のボイスというのは威力80、命中100のフェアリータイプの音技で、そのターン能力が上がった相手を混乱させるという副次効果を持ちます。まあラウドボーンは特性天然なので対面で積んでくるポケモンはほぼいないと思うんだけど、フェアリーの特殊技という技範囲が追加されたことが大きすぎる。このフェアリー技によって海流にテラスタルを強要できたり、ウーラオスに強く出られたりと、より環境に刺さる性能に強化された印象。テラスタイプはフェアリーで、元からラウドボーンのフェアリーテラスタルは強いとされていたんだけど、それに輪をかけて魅惑のボイスの習得はラウドボーンのテラスタル適性を高めたと言える。あと俺ラウドボーンの鳴き声好きなんだよね。ちょっと一回聞いてみようぜ。これあれ、あ、これ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 、ちょっともう一回聞くわ。こんな感じのやつだから、今日はラウドボーンの熱い歌や魅惑の声色に耳を傾けるとしましょう。マッチングしました。草草さん対戦お願いします。鉄のカイナ、アーマーガー、鉄の包み、マスクアニャンにエースバーン、そして月光ガという、なんだこれ、987世代の御三家統一馬なんかな。これね、ラウドボーンが、相手のマスクアニャン、エースバーン、アーマーガー、そして鉄のカイナにむちゃくちゃ強いから、まあ、この技の通り的にも絶対ラウドボーンだ。技というか、でその受け性能がそいつらに刺さりすぎる。まあ、マスカーニャはそこまで得意とは言えんか。叩き落とすあるから。まあまあ、とはいえ、だからその特殊に強いやつから選出しておくのがいいかな。エルレイドとか。いや、これエルレイドから入るわ。エルレイドイン、ラウドボーン。ウーラオスでもいいし、砂の毛皮のブーストエナジーを盾に戦っていってもいい。ウーラオスにしよっかな、この試合。これでいきます。相手の先発は月光がなので、まあ出し勝ってはいる。が、なんか、毒ビシ打ってくるやつだったら、毒ビシ打って変幻自在でタイプを毒タイプに変えられたら聖なる剣は半減になるけど、まあその後のサイコカッターでぶっ飛ばせばいいから、まあいいか。だから一旦素直に聖なる剣でいいんじゃないのか。ヘドロウェーブ打ってくるが、これはね、直帰来てるから、まあ相当余裕を持って耐えるはず。いやもうなんでこの必ず追加効果引くんだよ！惜しいな。いや、まあ、いいわ。画面が消えてんだよ！映れよ！もうまともにやらせろや、ゲームを！あー、で、なんか、尋常じゃないダメージ出てんのはこれ何ですか？その、影打ち圏内か微妙だから、ま、一応、サイコカッター打つか、てか、聖剣で倒せるんだ。てか、急所に当たったからここまで削り込めてんのか、通常でこんなにダメージ出てんのかわかんねえ。画面が消えてたから！月光が引いてくる。いや、だからそれが分かってればここ聖なる剣連打っていう択は取れたけどね。ああ、うざすぎる。このゲーム、このゲームがうざすぎる。影打ち打つわ。タスキの線だけでも削っておこう。もういいわ。影打ちは通る。何かな、畑落とす打ってくるような気はするけど、あ、トンボ返りの方か。あー、入るんじゃないこれ。あ、違う、等倍か。エスパー入ってるから虫等倍なんで、まあ、これは耐えない。あ、ただなんか、命の玉、なんか火力増強アイテムを持ってるような気はしたよな。で、下戸頭ね。ウーラオス、投げるしかなくなってるね。ただ、不意打ちで落とせるかむちゃくちゃ微妙だぞ。何撃ってくるんだろう、これ。暗黒強打撃と、普通に。え、月光がここ引くの？鉄のカイナ。あー、なるほどね。カイナでいいっていう話か。まあ、それは確かにその通り。ここ、ドレインパンチ安定になってるもんな。まあ、剣の舞っていう択も存在はするが、まあ、そこに強いラウドボーンよ。いや、しかもこれ、相手の裏に全員フェアリーが弱点で通るから、これもうフレアソング挟まずに、魅惑のボイスいっちゃってもいいかも。多分これ、月光が一回クッションにしてくるような気はするんだよな。ここ魅惑のボイス打ちます。いや、ここ月光が倒せたら、まあ、限りなく勝ちに近いんじゃないのかな。月光合唱オッケー。毎度毎度技の追加効果引くんじゃねえよ、めんどくせえな。あ、しかもなんだこの技ムービー。あー、この獰猛な見た目に似つかわしくない可愛い演出出ちゃった。で、マスクアニャンが湧く。相手の裏は鉄のカイナでしょ。いや、これラウドボーンで詰ませられると思うから、
テラスタル切ってフレアソングいっちゃっていいと思う。いや、あ、変幻自在だったっけ。変幻自在だったらこれ悪タイプになるわ。いや、でも魅惑のボイス見て悪技なんか打つか。いや、別に今何でもよくて、まあ、こいつを能力を上げる起点にできればまあそれでいいんで、うん、問題ない。で、この悪技をしっかりと半減で受けてるとは思えない火力だから、ね、急所に当たんなよ。じゃあてめえのトリックフラワーとかいう確定急所技消せよ。いちいちそれで全部リセットできんだったら必要ねえよ。急所ランクっていう概念か運要素の急所かどっちかを消せ。そこの整合性が取れてねえんだよ、気持ち悪い。一回生ケルを挟まないといけなくなったな。いや、というかこれ生ケル一択か。相手命の玉ダメージで死ぬから。なんかテラバーストステラですわ。それでいてトリックフラワーなんだ。別にテラバーストステラがあるわけじゃないんだ。じゃあこれ間違ってない？相手タク、わかんないけど。いや、これ元のタイプ一致技は一回だけ、2倍じゃないよな、あれ 1.2 倍の補正が受けられるのか。いや、違う、2倍になるのかだったかな。いや、でもそれにしては火力が低すぎる気がするけど、いや違うわ、変幻自在で1回悪タイプになってるから、だから 1.2 倍の補正しか受けられてないトリックフラワーだったんだっていうことだと思う。こっからまあもう早いうちに魅惑のボイスで削るか。うん、降参だと思う。いや、技の追加効果と救助引きすぎ。あ、まともにやらせてくれ対戦を。マッチングしました。朝日さん、対戦お願いします。輪流オーガポンに鉄の包み、巨人音羽ばたく神ガイリュという構築なんだけど、これエルレイドから入るの結構ありな気がすんな。で、これ物理に対してラウドボネが強いから、まあ、特にオーガポンだよね。まあ、ぜひラウドボンは選出していきたいんだけど、まあ、逆にオーガポンに弱いサーブゴーやハッサムを選出していきやすいんだよな。と考えると、まあ、サーフゴーとかから入るのも全然ありな気がしてくるか。いや、なんかそれにつけても俺ディンルーから入ってくる気がするし、まあ、結局エルレイドから投げて初手オーガポン対面してもラウドボーンに引いていくわけだから、まあ、エルレイドから入ってサーフゴーをラウドボーンっていう選出でいいんじゃない。羽ばたく神の先発か。まあ、エルレイドが一発相手の攻撃は耐えると思われる。メガネじゃなければ。な、これね、メガネを感じるわ。めちゃめちゃにメガネを感じる。ブーストエナジーじゃないってことは。ってなると、エルレイドにテラスタル切ります。もう、俺は切りますよ。サイコカッターだ。ここでもぜひとも羽ばたく神を縛いておきたい。で、ブーストエナジーは鉄の包みが持ってんだ。まあ、メガネムンコなんじゃねえの。あ、そうだよな。これ直帰来てるから、いや、いい耐え方するよな。で、多分これワンパンだと思うわ。あー、なんですか？タスキだった。タスキの羽ばたく神だったよ。いや、じゃあまあ、これなんか怯えてテラスタル切る必要もなかった気はするけど、まあ、絶対影打ちね、これ。これがやっぱり制圧範囲を広げるわけですよ。この先制技が。まあ、テラスタル枠は切ってしまったけど、まあ、全然、オーガポンに対しても強くなったしな、この炎テラスで。おいおい、輪流なんか投げて大丈夫なんかこれ。テラス切ってくるんかな。いや、なんかテラス切ってきそうな気がするんだけど、テラス切って地震打たれたら死ぬ可能性は高い。これさ、俺ラウドボーンに一回交換するのありだと思うんだけど、どう？だってこれテラスタル毒切られて、で、聖なる剣半減で受けられて、で、なんか、アド稼がれたらもう終わるぜ。サイコカッター見てるからまあテラ毒も切りづらいんじゃないかという気はするけど、一回ラウドボーンに交換するわ。このテラスタル以外ありえないと思う。逆にこれテラスタル切ってこなかったらもうキモすぎるわ、やってることが。うん、いや、このようにね。うん、ここね、キモいんだよな。気持ちが悪すぎる。あ、で、こうやって急所に当たるんだろう。わけわからんやつが、適当に。あ、このテラスタルも切らずに、タイプ相性もわからずに、こうやって突っ込んでくるやつが得する仕組みになってんだろう。あくびで。じゃあもうラウドボーンの仕事これで終わりだ。いや、しょうもなさすぎるぜ。しょうもねえって。あ、なんでこれが、これで俺が、その、ディスアードを被ってんの？ちゃんと丁寧に立ち回ってるやつが、脳死のやつになんで負けそうになってんの？意味がわからねえんだけど。さすがにこれは納得できねえわ。これじゃあ聖なる剣で脳死で突っ込めばよかったって話になるよな。何をやってるんだこれは。死んでんじゃねえかよ。何これ。この急所もお前運負けとは言わせねえぞ。君が悪いんだけど、こいつがやってること。
なんかポケモンの性能にかまけて、そのプリになんで俺が負けそうになってんの。ほんまにちょっと納得できない、これは。全く納得できない、さすがに。これはね、ひでえと思うわ、怒ってること。だってここ、テラスタルも切らずに突っ込んでくる理由がわかんねえ。なんで耐えると思ってんの、聖なる剣を。ないとでも思ってんのか。あるよ、あるに決まってんだろ。影打ちを打って、なんか、身代わり残されるの嫌だから。で、あと、テラゴーストの可能性もあるから、サイコカッターにしよう。うん。これで、ハイドロポンプ外したから負けたわっていう風に、イチャモンつけてくんだろ。言いがかり以外の何者でもねえよ。急所に当たってろ。ディンルーでテラスタルを切るんだよ。タイプ相性変えられるんだから。どうせフェアリーとか毒とかそのあたりの有効なテラスタイプ持ってたんだろ。対話が成立しねえのイライラすんだよ。マッチングしました。ミラニスタさん対戦お願いします。鉄の包みにキラフロルサーフ号、炎オーガポンに暁ガチグマという構築。暁ガチグマいるからエルレイド投げたくて、でラウドボーンで炎オーガポンガイリューを受けていきたい。でエルレイドが対面で、まあ基本的には相当その特殊アタッカー対面は有利なんだよな。サーフ号には何もできんけど、だからいや初手特殊アタッカーから入りたいか。例えば砂の毛皮とか化身ランドロスなんだけど、鉄の包みに対してなんかできるやつがいないことには結構厳しそうな気はするよな。これね、砂の毛皮から入りましょう。砂の毛皮先発エルレイドラウドボーンでいこう。相手の先発キラフロルなんで、まあ出し負けちゃいないけど、相手にも大地の力があった場合どうなんかな。不一致の弱点技で死ぬようなことはまああんまないと思うけど、でこれ何を優先するかですよね。そう、大地の力警戒で外流に交換するっていう手がまあ相手目線取れはするけど、まあここ一旦素直に大地の力打ってから物事考えよっか。いや通ったんだけど、あ、じゃあタスキ持ってんのかな。まあそういうことになるわな。はいはいはい、これどうするかな。ステロマーク。はいはい。ステロ優先してくるってことは、砂の毛皮が無傷で残るってこと？熱すぎるんだけど。だったらここはもう素直に倒しに行っていいような気はするよな。ステロ優先よりフル HP で砂の毛皮残せる方がでかいから、まあ、ここ10万ボルト打とう。まあ、ちなみにこれは浮いてるやつへの交換、無償着地を防ぐための10万ボルト。ただ、まあ、キラフロルが切ってくるか。うわ、ガチグマか。これなぁ、砂の毛皮をどこまで大事にするかだよなぁ。エルレイドがブラッドムーン一発だったら耐えるんだけど、ステロを巻いておけば、済ませられる。いや、サーフ号が残っている場合のみ、それは話変わるか。だからここエルレイドで受けに行った方がいいわ、これ。一応砂の毛皮温存しておいた方が、相手の裏に対する、性能が変わってくるもんな。てか相手の裏がサーフ号だった時、大地の力くらいしか打点がない。で、早いうちに変えてよかった。これは変えてよかった。ってことはこのガチグマドクテラのやつだと思うんだよな。だからこれは聖なる剣をどのタイミングで打つかとかかなり悩むんだけど、一回聖なる剣でその後サイコカッターでいいと思う。いや、テラス切るか。まあ、これ、ドクテラ、いや、これ、サイコカッターでもよかったかもな。瞑想持ってるやつってことは。はい、聖なる剣で大丈夫です。なんじゃこれ。何このガチグマ。いや、これくらいのダメージ出るんだけど、これどっち？お盆の方か。ブラッドムーンになる。いや、これね、耐えます。これ耐えます。全然耐えます。うん。から聖剣とサイコカッターと、聖剣の方がはるかにダメージが出るから、もうこっから聖剣連打。どう？エルレイド、直帰エルレイド。瞑想一積みのガチグマのブラッドムーン食らって、素で耐えるっていう。等倍で食らってこんだけ HP 残せるポケモンが他にどれだけいますか？まあ、ここも裏には引けないってことは、なあ、これ、多分裏、ガイリュウはいないと思うんだよな。ガイリュウだったら、ここガイリュウでいいもんな。だから、ガイリュウいないんだよな。月の光、瞑想、ブラッドムーンと、あと一枠、まあ、タクだ。真空派か、ハイパーボイスよりは、まあ、大地の力をサブ上に据えるんじゃないのかなっていう気はするか。ラウドボーン。いや、こうやって砂の毛皮絶対出さないといけない。てか、まあ、やっぱり砂の毛皮温存してよかったね。こうなるんだったら、
結局10万ボルトが弱点になるから、いやだからエルレイドはこのガチグマにテラスタルを切らせるっていう圧力まで含めてみてもこれだいぶ強い。あ、真空波あるんだ。じゃあ真空波ブラッドムーン瞑想付きの光っていうわけか。まあいるよね。俺もドクテラスタルで使ったけど、こういう耐久型の瞑想、ブラッドムーン型の、瞑想ブラッドムーン系のガチグマはね、相手にするとかなり厄介なんだよな。いや、それでいてガイリュウいんの？それでガイリュウもいるんだ。ハチマキなんかな？ただ地震、ハチマキ地震だけが負け筋になるから、これテラスタル切らずに10万ボルト打つ。いや、これなんだろうね。これ10万でいい。はい、ざまー。お似合いだよ。よく似合ってるわ。めちゃくちゃ似合ってる。ああ。よくお似合いです。ハチマキ説はなくはないけどね。いや、だからこれ、ハチマキだった時、ラウドボーンじゃ、そう、ラウドボーンが弱点で食らってしまうと受けが効かないから、だからここまで俺は、温存したわけよ、テラスタルを。ね、これちょっと尖った岩が痛すぎる。怠けるから入ります。これちょっと、ダメージが痛すぎる。そのステロダメージが痛い。で、多分これ素早さ、俺が上取れるから、その相手が麻痺ってるから。多分アンコールはそれほど警戒する必要がないと思う。テラバ氷。いや、やっぱ俺の方が早いわ。いや、だったらここ、フレアソングかなんか、打ってもよかった気はするな。まあ、なんでもいいわ。痺れて動けないから。ざまあねえわ。で、ここでしっかりと、このスノカイリュウに対する打点、魅惑のボイスというフェアリー技が存在する。これは、だいぶカイリュウに対する役割が変わってくると思うわ。アンコールだって。ああ、オッケー。じゃあ、そのアンコール受けて俺しっかり歌うわ。よく聞け。よく味わえ。俺の魅惑のボイスを。対戦ありがとうございました。マッチングしました。ケイゴさん対戦お願いします。これは、セグレイブが積みアタッカー。まあ、ないしはオーガポンも積みアタッカーで、で、オーロンゲで壁張って援護するみたいなパーティーなんかな。あとは、ドオーにマリルリ。炎オーガポンサーフ号という構築。これね、マリルリがかなり重いから、マリルリ対面でま、仕事できるポケモンが欲しいのと、まあ、ラウドボーンに照らす切っていくムーブでもま、悪くないかもしれないね。だからまあ、最低限そのサーフ号とかに出し負けない砂の毛皮から入ればいいわ。砂の毛皮いいんで、で、ステロを巻いて、で、ラウドボーンは受け枠確定。相手の銅が天然だった時、その能力上昇に頼ったプレイングをすると詰むことになるから、まあ、サーフ号か、ウーラオスかあたりは多分いた方がいいんだ。これウーラオスにしましょう。多分壁展開だろうから、ウーラオスは有力。いや、これマリルリで詰むか。うわぁ、銅から入ってきてるけど、ま、これ、いや、地震を打ってくるかどうか知りませんが、ま、どうせ A に振ってない銅の地震食らっても砂の怪我はね、物理耐久そこそこあるから、多分死なないと思う。ね、この試合、ステロ絶対優先したい気はする。一発、大地の力で殴ってからステロでいいか。様子見でな。あ、ほら、結構いいダメージ出てるわ。あ、しかも特防弾うますぎる。いや、これ倒しちゃっていいんじゃない？あ、毒毒だった。いや、これ倒しちゃって良さそうな気はするけど。いや、しかしね、まあ、多分交換なんだよな。いや、でもこれ後続に対しても俺が上から行動できるから、これステロマクは。まあ、どう？絶対交換だよな、これ。ロンゲですか。ロンゲか。まあ、こいつに大地の力入れるとかあんま関係なかったというか、まあ、意味なかったと思うから、まあ、別に問題ない。ここはステロ負けて正解だったと思う。ただ、銅に対して、大地の力入れるっていう役割が残るんか、砂の毛皮は。どのみちこれ、ラウドボーンに一回交換するわ。てか、なんならこっから、あくび展開でいいのか。あくび打って、で、銅が飛んできそうなタイミングで、交換する。いやー、どうかな。その銅が飛んできそうなタイミングで、砂の毛皮を合わせるっていう手が取れたんだけど、これ光の壁展開されたからちょっとそのルートはなくなりました。ここあくびを打ちます。捨てゼリフか。ま、これあんま関係ないかな。ただ、多分ね、この後多分銅が来て、で、毒毒打って退場していくんだよ。だから、そこに対して、てか毒毒打ってその眠らせてくるに決まってるというか、と思うので、ここでもうすでに毒っている、砂の毛皮を出していきたいかな。ここ砂の毛皮に交換します。多分毒々で眠らせてくると思う。
もうこれね、このあくびループを脱出すること相手的に多分できないから、そのトンボ返りとかボルトチェンジとかのポケモンいないわけだから、だからここ多分毒毒で居座ってくるんじゃないのかなと思ったけど、ステロの方なんだ。え、なんで？まあどうしてもいいわ。ここはもう大地の力打ちまくりでいい。あ、どう引くの？あ、オーロンゲ。まあでもオーロンゲが多分回復ソースないから、この方がオーロンゲ削れる方がありがたいような気はするけどな。まあこういう時に砂の毛側にボルトチェンジがあれば、こういうサイクルは有利に進めていけるような気はするけど、まあ致し方ないでしょう。ここラウドボーンで。いや、これでもどっかでこのサイクルは脱していかないといけないんだよな。てかこのステロ痛すぎるわ。ラウドボーンにこれ入ってんの。じゃれつく打ってくる。ここフレアソングでよくない？ここフレアソングでもうがっつり銅を削りに行くのありだけど、天然だったらほんまに何の意味もないみたいなところあるか。いやでもこれラウドボーンがちょっとステロ弱点で入っちゃうから、これはできるだけ出し入れしたくない。ここ捨てゼリフ。ラウドボーンじゃなくて銅が天然なのか貯水なのか、ちょっとパーティーから読みたいか。まあここ銅だよな。いやこれ銅に魅惑のボイスも半減だからな、いかんともしがたいんだよな。あーゴミダメージすぎるぜこれ。ウーラオスに交換するわ。ここウーラオス出して、ここは卓になる。オーロンゲーに暗黒強打が4分の1だから、インファイト行きたくなるけどね。インファイト行くわ。銅引く。いや、これオーロンゲーじゃない。だよな。暗黒強打4分の1だもんな、オーロンゲー。いや、これでこのサイクルは崩せた。これでサイクル崩れたり。で、銅はワンターンしか寝ていなくて、まあ、多分だけど、特化暗黒強打に縛られてる。多分ラスワンが来る。で、ラスワンがマリルリだったら、いやー、ちょっとオーロンゲーじゃなくて、ワニに照らす切っていきたいけど、ステロダメージ痛すぎるか。あ、ガポンだ。いや、ガポンだったらギリセーフじゃねーの、これ。勝てるでしょう。まず砂の毛皮がもう圧倒的にいらないので、砂の毛皮を切ります。砂の毛皮を切って死に出しオーガポンで、オーガポンじゃねえ、死に出しラウドボーンで、オーガポンを止める。いや、きついぞ、結構。結構きつそう。まあ、これ、オーガポン110族で、砂の毛皮101だったっけとかなんとかなんで、それ上取られてるから、残す意味が一つもない。まあ、一応上取ってる可能性もゼロじゃねえけど。いや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 、ここ、じゃれつく打つ意味一つもなくない？何をやってるんだ？ここ、何なんだろう？俺の、ん？何やってるんだろう？じゃれつく、だってラウドボーンにも半減だし、ウーラオスに交換される、いや、銅に交換される読みとかだったんかな。いや、ちょっと全然わかんねえ。対戦ありがとうございました。ちょっと全くラウドボーン活躍してねえ。ということで今日はここまで。まあ、ラウドボーンは HB に育成したとて、今の火力インフレ環境で環境に並み居る超高火力アタッカーに対して受け出していくっていうのは、まあ、そこまで安定はしない。まあ、ただ相手に能力を積まれてしまった後の保険として、その盤面をリセットできる貴重な駒であることには他がないから、まだそういう保険の駒として一匹パーティーに入れておくっていうのは、まあ、全然なしじゃないと思うわ。あと魅惑のボイスっていう技範囲はやはりかなり有用だった。まあ、海流対面で相当アドと稼げるしね。でまた告知になるんだけど、ね、俺が年末に予定している生配信の企画の一つとして、俺がたまに手をつけては放置し続けているタイプ統一パ企画、全タイプの統一パでランクマ勝つまで終われないっていうあの企画を、ね、生配信 でクリアするまで終われない生配信としてやっていこうかなと思っております。企画の詳細や、配信の日時など、細かいこと決まったらまた告知するんで、まあ、ぜひチェックしてくれ。では以上、ご視聴ありがとうございました。朝日が死んで闇夜がめぐれ、外れ確定のカードをめくれ、一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌う案内。朝日が死ねばあいつらは眠れ、暗がりで一人命を削れ、あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。